我が家は家族旅行は雨ってもう決まってる。急に聞くから。結構降ってるよこれ。雨が降ってきました。なんだよこれ。ちょっとどっか一回避難しねえと。どうも、サウンドロケット TV です。今ですね、佐藤さんのお店に向かってるんですけれども、駅を降りた途端に雨が降るというね、誰が悪いんですかこれ、はい、でそういうわけでちょっとね、たこ焼き食いたいんですよこれ。じゃあちょっと佐藤さんのお店に向かいます。サウンドロケット TV ではヘビーメタルバンドやギタリスト、 CD の紹介、バンドのライブやインタビュー、ギターに関することなどを中心にヘビーメタルを愛する皆様に向けて発信しております。ご興味のある方はチャンネルの登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。工事の K じゃん。ヒデミン、雨男、うん、あ、マジ、あ、ご覧ください。こちらがですね、ゴリゴリの雨男です。我が家は家族旅行は雨ってもう決まってる。今雨降ってんのはほぼこの人のせいですね。お疲れ様でございます。雨の中ありがとう。なんか今急に雨降ってきて。車ですか？いや電車です。あ、はい。佐藤さんがよく見えるとこね。いや。まさかのね。あ、本当ですよ。すごい展開ですよね。無事かどうかはお客さんに聞かないと分かんないですけど。なんとか演奏自体は終わりました。佐藤さん CD 渡してありますもんね。あ、はい、メジャーね。イエーイ。もう勝手に使っちゃいますけどいいですか。あ、もう何もあれフリー素材、フリー素材です。ほんまにこれ確認してくださいもいらないので、はい、でもよかった、佐久間さんがじゃあ振り素材ということで、はい、いただきます。これも食いつつ、そうなんですよね、確かに、それは確かに。え、あのキラー、あの緑のやつじゃなくて、持ち帰ったのはお好み焼き。お好み焼き、あ、お好み焼きを、あ、そうなんだ。おお、やべえな、本当にやべえのしか出てこねえな。マジでもうビデオ来たわ。なんかすごい魚眼でネット見てるみたいな感じ。水管で魚眼。あ、でも上から見るとあんま関係ないかも。あ、まあ弾けなくはないね。はい、ミヤコのピッチ。え、それダメじゃん。いやいや、本物でしょ。いいですね。あ、ダメだな、ちょっとこの辺がこう縮んでんじゃん、こうなってんじゃん。あ、行き過ぎちゃうかも。
わあ。うわすごい不思議な感じ。ちょっと弾いてみて。すごい不思議。なんか俺の面が本当。あ。でしょ？視界が。だって俺こっから見てても不思議だもん、ね。こうだもんね。真ん中に向かってさ。こうなって。これ見えんだ。なんかね、なんか何とも言えない。よく。これ座ってるから今いいけど、ライブでこれ弾いたら絶対俺間違うと思う。思ったよりは弾けるけど。じゃあ佐久間さんに弾いていただきましょう。どうも佐久間さん042。急に弾くから。いやいやもう急にやらされ感満載ですから。すいません。どうも、ご自体上です。すいません。今日はもうこんな、また2度目のご来場。はい、こちらこそ。ライブでお疲れです。とんでもないです。ありがとうございます。ご覧ください。清掃でやってまいりました。前もこんなん撮りますけど。そうですね。前もちゃんとあの、薩摩さんの、合わせてということで、はい。で、今これね、これなんていうギターでしたっけ？これは、ミュージックマンからリリースされてます改善というギター。改善ギターの悪いところを改善っていう意味でね、うん、だってミュージックマンなのに日本語。そうなんですよ。でどこが改善されてるんですか。まあね、このペグとかもすごい変わってるんですね。ちょっとはい、あこれね、でも正直ね、これ弦変えるのね、うん、これ改善した方がいいと思います。あ、これ逆に逆にあのね、年寄りになったら見え老眼でこれね、通さなあかんのね。それがね、もう眼鏡取るあかんし、老眼鏡かけなあかんしみたいなね。ちょっと画像で映るかどうかわからないですけど、うん、フレットがね、斜めになってるんですね。これがね、もう本当に気になってしょうがないんですけど、はい、これ、まあ、この、例えばこれがね、あの、まあ、斜め普通のギターやったら手が勝手にこうだん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 こう窮屈になっていくんですけど、これはこのままこう折れます。みたいな感じですかね。はい、なるほど、はい。そのために斜めになる。そう。はい。このユニバーサルデザインというか。ユニバーサルデザイン。よくわかる。これ俺ちょっとずーっとこう今後ろ側を見てるんで、はい、これって何ですか、なんか締めるんですか。そうです、ね、ロックするみたいな、あのマグナムロック的な、これここでこう通して締めて、うん、弦を切って、あで、あとはこう、あここでロックしてるんです。そうなんですか。おお、そうそう、俺全くやった、普通こうペグね、ここ出てるのにこれ回すの。そうなんです。確かに50万から70万ぐらいですよ、買う。もう楽器屋によったら値段ちゃうみたい。聞きました今皆さん、50万から70万持って帰ります。すいません。そんなにじゃあ、まあ結構高い、お高い。そうですね、まあ、あのしっかりした作りにはなっていると。素材も材質もいい、良さそうですね。あのさっきちょっと弾かせてもらったんですけど、こうちょっとやっぱフレットがこう斜めになってる分、あ行き過ぎちゃったなみたいとか、そういうのとかないんですか。あ、まあ、あのおかげさんで僕はなくてですね、これもう5月俺はあったけどね、今東京とね、あの川崎クラブスターでもこれで弾かせてもらったんですけども、あの全然違和感なかったし、その日のパフォーマンスは良かったような気がします。逆にね、今考えるとね。そうすると今度これがメインになっていく感じですか、今後。うん、そうですね、まあコルグさんから送ってきてくれて、これ使って一本でも売れる。コルグさんですよ、はい、大丈夫ですか。はい。なるほど、はい、じゃあ今後これでやっていくと。はい、じゃあちょっとなんか最後にまたビシッと弾いていただいて、はい、今日は
なんかあります？これだぜ。まあ、今これで、うまい。いやいやいや、お好み焼きも美味しかったですけど、本当にありがとうございます。いえ、とんでもない。今日は本当にありがとうございます。無理言って、はい、というわけで今日はですね、メディアのメンバーでちょっと J はいませんけれどもある事情でいませんけれどもメディアのメンバーで今日はさせていただきました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。皆さんは来てね、薩摩に来てね。ありがとうございます。Goodbye.